道人身事故ニュース速報です。2021年8月11日午前0時12分ごろ、 JR 埼京線の与野本町駅構内で10代から30代くらいの女性が埼京線新宿発大宮行きの下り普通電車にはねられ、その場で死亡が確認された。乗客と乗員に怪我はなかった。浦和日署によると、電車が駅に停車する際、女性がホーム上から線路内に入ったとみられる。防犯カメラの映像などから確認された。 JR 東日本大宮支社によると、埼京線は午後1時28分ごろ運転を再開、下り線4本に最大76分の遅れが発生し、乗客700人に影響が出た。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。